松永博之は、長崎県長崎市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。長崎市立かやき小学校、長崎市立三和中学校を経て、長崎海星高等学校に進学した。2000年秋季九州大会で、エースで4番を務め、投打にわたって活躍し4強入り、注目を浴びるようになる。翌2001年春の、 第73回選抜高等学校野球大会に出場し、初戦で仙台育英学園高等学校と対戦。試合は仙台育英の沢げエース、羽賀隆との投手戦となったが、延長10回の末に3から4で、さよなら負けを喫した。なお、仙台育英はこの大会で準優勝している。夏は長崎大会3回戦で、 諫早高校に4の五のサヨナラ負けを喫し、春夏連続出場はならなかった。高校卒業後は、社会人野球の三菱重工長崎に入社し、前年にプロ入りした杉内俊也の背番号18を受け継ぎ、杉内二世とも呼ばれた。入社早々から投手として、オープン戦に登板機会を与えられ、細見ながら時速1 3 0トル前後の速球と、 時速 80km 台のスローカーブを繰り出し、社会人の強打者を相手に思い切りのいい投球を披露した。その後、トレーニングの成果でたくましくなり、球速が時速 145km を記録するなど、球威もついてきたが、肩や手の故障もあり、伸び悩んだ時期もあった。2005年には一時外野手天候も考えたが、投手出身の牧瀬虎尾監督から、 投手続行を進められ、思いとどまった。社会人4年目を迎えた同年は、思い切りの良さが戻り、ジャバ岡山大会、ジャバ九州大会では、優勝に貢献するなど春先から高等が続いた。都市対抗野球大会、社会人野球日本選手権大会では目立った、戦績を残せなかったが、素材の良さを買われて、同年の大学、社会人ドラフトにおいて、希望枠で、 セーブライオンズ入団が決定した。2006年は序盤に2度先発したが、いずれも4回途中で降板し2軍落ち。しかし最初を隠した夏場に存在感を見せ、8月3日の千葉ロッテマリーンズ戦にて、6回一死までを一失点、8奪三振の投球を見せ、プロ初勝利を挙げた。続く当番では関東勝利を挙げ、先発ローテーションに加わり、ルーキーながら、 プレーオフ第2戦で先発を任されるという信頼も勝ち取った。しかし、左打者相手には3割打たれた。同年2軍の優秀選手を受賞。2007年は、サワンエースのホワシ・カズユキが怪我で出遅れたため、開幕から先発ローテーションの一角として期待され、初登板で高騰し2年目の飛躍を期待させた。しかしそれ以降は安定感を欠く投球が続き、 一軍登板は七試合にとどまった。二十九回一三を投げて十九死球を記録するなど、防御率こそ二点2四5だったが、六度の先発のうち四度は五回までに降板するなど、失点は少なくても、序盤で交代させられることが多かった。二千八年四月十八日、高校時代から九年にわたり交際していた女性と、結婚したことが報じられた。同年は二軍で、 規定投球回に達するも、一軍登板はなしに終わる。しかし、日本シリーズ出場選手登録枠の40人には、選ばれた。2009年は、開幕時は二軍スタート、主に4月中と8月以降シーズン終了までは1、軍で中継ぎとして投げるが、防御率は5点台を記録。この年プロ初セーブを挙げる。2010年は、前年から登板試合数を大きく減らす。 シーズン終盤周期キャンプにかけ、やや腕を下げたホームにモデルチェンジしている。2011年は主に6月から8月半ばまで、2012年はシーズン通して一軍で投げ中継陣の一角を担った。2013年の春季キャンプ中に左肩を痛め、シーズン途中に手術した。2014年10月7日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日、 自由契約工事された。現在は株式会社トラバースの福岡営業部に所属している。ありがとうございます。